皆さんこんにちは、人生オリゴブルダーひろゆうだ。はい、今回の動画はこちら、レゴクリエイター白ウサギの続きになります。前回の動画でこちらの白ウサギを組み立てました。はい、今回はこちらのオウムに組み替えます。はい、白ウサギの動画はこの動画の概要欄に載せておきます。合わせてみてください。はい、それではオウムに組み替えます。完成、オウムです。はい、オウムに組み替えました。個人的に今回組み立てたオウムなんですけど、割と大きいです。で、それと一つ言うのであれば、このオウムの尻尾めちゃめちゃ長いです。いや、近くで見ましょう。まずこちらが頭部です。頭部の作り込みめちゃめちゃすごいですね。オウムのトサカは黄色になってます。俺はよくできています。続いて胴体はこのようになっていて、続いて胴体はこのようになってます。今回組み立てたオウムの羽結構でかいですね。続いて足はこのようになっていて、足の作りに関しては結構シンプルになってます。そして尻尾はこのようになっています。うわ、長いな、オウムの尻尾。今回のレゴクリエイターもオウムの特徴をしっかり掴んでいますね。ではこちらのオウムの可動範囲について説明します。今回のオウムなんですけど、割と動きます。まず頭部がこのように回転します。そしてトサカもこんな感じで動きます。羽も頭部と一緒でこんな感じで動きます。ただこれ離すと倒れちゃいます。羽の先はボールジョイントになってて、こんな感じで動かせます。続いて足はボールジョイントになってて、こんな感じでグリグリと動きます。尻尾は根元がこのようにボールジョイントで動いて、尻尾の先もこんな感じで動きます。はい、可動範囲を生かしてこのようにポーズを取らせることができます。で、さらにこのオウムにはこちらの餌が付属してますので、こんな感じで餌をあげてるようにすることもできます。こういったところが結構面白いです。はい、レゴクリエイター白ウサギのオウムはこんな感じです。はい、ということでレゴクリエイター白ウサギのオウムを組み立ててレビューしていました。今回組み立てたオウムは割と可動範囲が多くて、こんな感じでポーズが決まりますので、とてもいいと思いました。で、それと餌が付属しますので、実際にオウムを飼ってるようにすることもできますので、これも素晴らしいと思いました。次の動画ではこちらのアザラシに組み替えます。はい、以上ひろゆうでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ。